の皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち北海道初育成型フルーツアイドル、フルーティーです。よろしくお願いします。今日人数少なく並べるんでね、一歩前出ますか。いつもこうね、人数が多いんでね、丸くならないといけないんですけど、はい、今日は愛子と京香と優愛の3人がお休みで、はい、7人のフルーティーなので、はい、ただ今ちょっとギュッとしてますけれども、はい、少ないね。少ないよね。少なくないんだけど、少ないね。ね、少なく感じるよね。はい、今日7人なんですが、はい、ライブやっていこうと思います。じゃ今日参加してるメンバーの自己紹介からしていこうと思います。はい、リーダーライブ担当おばちです。イエイ。はい、グレープフルーツ担当斎です。イエイ。はい、みかん担当斎です。イエイ。はい、いちご担当カノンです。イエイ。はい、アセロラ担当みそとです。イエイ。はい、プルーン担当プリナです。イエイ。はい、カシス担当マユです。イエイ。あ、おばちがですね、はい、これを忘れちゃって、うわ、来た楽屋にあって、あ、もうね、取りに行ったのかと思った。来たのは今無理だよね。持ってきてくれるから。あ、出てたんだね。届け次第つける。走りましたね。で、あの、今日はあの、ね、はい、サイちゃんがデザインしてくれた衣装を着てるわけなんですけど、はい、サイちゃんが実は卒業を控えてまして。そうなんですよ。数えたところ、札幌で皆さんの前でこういう風にライブするのも、うんうん、アリオさんでのライブも、うん、サイちゃん今日がラストです。いや、何その古典的な。みんな今日サイちゃん最後です。そうなんですよ。どうですか。もうあと知ってたけど、うん、ね、びっくり。びっくり、びっくりだよね、みんなもね。そう、だから今週これから明日から東京遠征に行ってきまして、はい、来週戻ってきたら、あの、一泊ツアーってやっぱファンクラブイベントみたいなのがあって、そうだね、イベントがあって、その後もう卒業ライブなんですよ、さいちゃんは。2回目。みんな次、卒業ライブなんだよ。何これ。なんで、なんかせっかくなんで、はい、最後のアリオさんなんかね、もうそれこそここでのイベントも、さいちゃんは6年目でずっと出てたイベントだと思うので。そうですね。いや、なんか私すごい印象に残ってる自分的な出来事があって、うんうん、なんかあの高校生の時にこのフルーティーでの活動を始めた時に、うん、あのみんな制服でその学校終わりに友達がめっちゃ見に来てくれて、はいはいはい、応援しに来てくれたこととか超印象に残ってて、うん、いや、自分が高校生だった頃から続けてたっていうことにもね、確かにびっくりだし、そうやってね、もう6年目になりまして、すごいよね。そう、毎月、ほぼほぼ毎月、まあ、いろいろ会社とかあって立てなかった時期とかもあったんですけど、うん、こうやって毎回立たせていただけた有尾さんにはとても本当にお世話になったので、あの、実生活でも利用させていただければなと。買い物しに行きましょう。はい、でもね、もうライブで毎月来ることはなくなっちゃうので、うん、本当にすごい慣れ親しんだ有尾さんでのラストライブがすごく惜しい気持ちがするんですけれども、今日も精一杯頑張りたいと思いますので、はい、皆さん最後までぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では最初はね、デビュー曲の桜色という曲から聴いてもらいました。はい、次は去年出したメジャーシングルと今年出したメジャーシングルの表題曲を2曲続けて聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。ハイパーボディ。I'm not afraid to die.
応つけてあげよっか。あ、少々お待ちを。3つ持ってる今。社会系みたい。イエーイ。イエーイ。もう地獄だ。イエーイ。フロントライナハイパーボディフロントライナー2曲続けて聴いていただきました。